バレンタインデーキス、バレンタインデーキス。やあ、刹那圭介だよ。今回紹介したい商品はこちら、トロチョコ。こちらはですね、グランド様っていうね、全国の酒蔵さんと共同開発した美味しくてワクワクするお酒を取り扱うオンライン酒屋の方で販売されておりましたチョコレートリキュール、つまりチョコレートとお酒の融合合体の商品です。使えてるチョコはベルギーチョコレート、最高品質のカカオ豆の豊かな香りと濃厚でコクのある味わいの世界最高峰のチョコレートです。そしてお酒の方はですね、ブドウの皮や実を蒸留して作るグラッパ、ホワイトブレンダーとも言うらしいんですけど、その手法によってほのかに香るブランデーの香りがリッチな風味を引き立てております。このお酒ね、偶然にもね、ツイッターの俺の TL にね舞い込んできたんですけどね、その紹介動画の方を見たらですね、そのグラスに注がれるとろーっとしたチョコの風見た目がさ、すっごいうまそうに見えたんでね、ちょっと衝動買いしちゃったなのでこちら今回ね、ちょっと飲んでいって見てみたいなと思います。実はまだ俺口にしてないんですよ。見た目がさ、すっごいうまそうってだけで買ってさ、まだ口にしてないんですけどね、ちょっとそのどんな感じのものなんかっていうのを紹介できたらなと思います。まずちょっと適度に振りまして、わ、ちょっとなんていうかさ、お酒にしてはちょっとやっぱドロドロっていうかさ、チョコに近い感じの質感があるんかな、これ見た感じはなんかさ、溶かしたチョコっていう感じがするな。色がなんてとカフェオレやな、これ。なんか牛乳も混ざっとるような見た目のチョコレート。パッと見たらさ、ちょっとアルコールが入っとんかなって、入ってないんじゃないかなっていう見た目にも見えてくるな、これ。では、いただきまーす。うわ、うまっこれすごい滑らかしとるな、これ。なんていうかさ、強さがどっちかって言ったらチョコレート6、いや、チョコレート7、アルコール3ぐらいの強さなんよね。やけん、どっちかって言ったら先に、チョコの方が先に、さ、上品な甘みっていうかさ、来るんよ。その後ちょっと遅れて、ワンテンポ遅れた感じで、アルコールがちょっと軽く、ほのかにさ、アルコールの苦味っていうかな、が後から追いかけてくる感じ。どっちかというとチョコの方が濃いんですよ。アルコールはね、7% って聞いとるけどさ、応用だけではちょっと高めなんかなと思っとったけど、割と飲みやすい。割とっていうかさ、だいぶ飲みやすいな、アルコールの方。アルコールがさ、正直あんま主張してこんのよ。ちょっと、ちゃんとアルコールの味はあるんですよ。ちょっと苦味っていうか、そういうのがね、いい感じの苦味がね。けどさ、全然チョコに邪魔してこうへんっていうかさ、ちゃんとな、綺麗に混ぜ合わさっとるって感じがするわ。うまかった、これ。上品って言うのはこういうことを言うんやなって俺思ったよ。雑味がないよな。なんか安元っていう雑味がない感じがするんよ、これ。なんかすごい上から目線な感じがするけど。ごっつい飲みやすいな。舌触りが滑らかないよな。なんかもう味じゃなくてさ、舌先でもなんか楽しめるっていうこういうことを言うんだろうかなって俺思うや。その上でもう一回さ、このさ、ちゃんとさ、流し込みのところをさ、滑らか感って見てもらうよ、これ。こんな感じ。触りにくいか。はい、というわけでね、今回はね、グランド様から発売されております、トロチョコの方を紹介させていただきました。これすごい、ほんまに上品でさ、何回も言うけど上品でさ、
もう大人のおやつみたいな感覚だったよこれ。これいいわ。コンビニでこういうの売ってないかなって思うぐらい手軽に買いたいわ。これ手軽に買っていいですか。これクランドさん、これ手軽に買っていいですか。この商品なんですけどね、俺が知ることがちょっと遅かったようで、販売期間が、2月19日の20時までらしくて、もう間もないんですよ。なんで欲しいと思った人は早めにもう即注文してください。この動画の概要欄にもですね、このお酒の販売ページとかクランド様の公式サイトの URL とか Twitter の URL も載せておきますんで、多分これ以外にもね結構個性的なお酒があると思いますんで、気になる方はそちらの方をチェックしてみてください。最後にこちらはですね、あくまでお酒です。なので未成年がこの商品をご購入もしくは飲むなんてことはやらないようにしましょう。未成年の飲酒は法律で禁止されております。お酒は20歳になってから、購入も20歳になってからでお願いします。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。週明け